まあ、エシカル一言で言うと何ですかって教会でよく聞かれるんですけど、私的には一言優しい選択っていうふうに言ってます。だから僕が担当してるのってただこのバッグとか細かいものを一つずつデザインしてるだけじゃなくて、どういうふうなビジュアルでアウトプットすればより人の印象に残るか。ポケットは多い方がいい、少ない方がいい、新しい薬がある、色が変わるの、そう破れる生地、洋服買うときも結構外国からのものを買っちゃったりするんですけど、そういうときになんか何から作られてるのかって考えていきたいなって思いました。こうエシカルって考え方に人それぞれあるっていうふうにお話聞いたので、まあ、自分独自のエシカルっていうのを使って、まあ、その商品に対してもそういうふうに考えていこうかなっていう。